おはようございます。えー、ただいま4時20分です。朝の4時20分です。えー、この前の詩も思ったより聴いてくれてありがとうございました。えー、今回はちょっと歌っぽく藤井文也風な感じで歌を作ってみたんですけど、イメージが。 まあどうしても歌って結構世界観があるんで、えー、なかなか、うん、自分のイメージこう作りたいなと思っているのと,とはちょっと遠く口が離れているんですけど、まあ、よろしければ聞いてくださいまだ夜明け前の部屋の中で、えー、目覚めて、えー、あなたのことを思い出していたもう二度とは見えないだろう あなたの笑顔をゆっくり目を閉じてまた寝てみようちょうど1年前に2人遠くに離れてその愛しい声さえも聞けれなく,聞けれな,くなったつまりは お別れなったんだよね。つまりは2人終わったんだよね。えー、最後に去年にくれた君からの電話は「さようなら」の意味だったんだよね。まっすぐ愛していた子動と共に今眠りにつくよう。 あ今また眠りにつくよ満天の星空を二人だけで見たかったよそのことだけが今でも誇り心残りだよそれでもどこか遠くで元気で過ごしているどこかで聞こえそうな笑い声が聞こえるような気が するんだよこんな時にはハーモニカの音色が今でもとても悲しく響いているけれど俺ももういい加減受け入れなければな I love you あの頃の2人のせめて愛し合った頃を忘れない I love you それだけはお願いだよ。以上です。えー、皆様応援ありがとうございます。<laughs> まあ、猫、ね、ちゃんとかはいなくなっちゃったんで、ちょっとジャンルを変えてやっていこうかと思っておりますんで。<laughs> まあ、いろいろご意見がありましたらお願いします。では、おやすみなさい、えー。まあ、少しは元気になってきております。 うーんまあ、この歌とともに、やっぱり、うん、現実を受け入れなければということで、前向きにやっていこうかと思います。以上です。まあ、朝っぱらからすいません。では、またまたおやすみなさいませ。失礼します。